9月6日は、グレゴリオ歴で年始から249日目にあたり、年末まで、あと116日ある。フリギルスの戦い、テオドシウス一世がエウネニュースを破るビクトリア号が、スペインに帰還、人類初の世界一周達成、30年戦争、ネルトリンゲンの戦い中国初の国境確定条約、ネルチンスク条約締結。画像は1734年頃の中国地図。 ン・チュ本中心グラ初演。画像は、歌川国貞だが、マッキンリー大統領暗殺事件カロル2世、ミハイ1世ルーマニア王カロル2世が退位亡命、息子のミハイ1世が福井ソビエト連邦の最新鋭戦闘機ミグ -25 が箱館に強行着陸した、ベレンコ注意亡命事件メサベルデが、世界遺産に、指定1997年9月6日のダイアナの、 王室国民層の創立。北京パラリンピック開幕アメリカ独立戦争と、フランス革命双方のキーパーソン、政治家、ラファイエット誕生。右画像は、生誕200周年の記念年切手、画家マリー・ガブリエル・カッペ。画像は、自画像画家、ジョバンニ・ハットーリ。画像は、自画像科学者、ジョン・ドルトン。原始説を、低小建築家マキ、牧文彦誕生。 画像は、幕張メッセ、幕張メッセ、横浜アイランドタワー建築家、牧文彦誕生指揮者、岩木広之漫画家、長い号フランスの財務総監、ジャンバティスト・コルベールボツ、コルベルティスムと呼ばれる重症主義政策を行った、詩人主リプルドムボツ、科学者・フレデリック・エイベルボツ、鎌倉市の愛用院にある映画監督、黒沢明の墓、歌人、 アリワラの雪平没、室町幕府第11代将軍、足利義ガ作曲家、ハンスアイスラー声楽家、ルチアーノ・パバロッチ統合前の東ルメリジ地州と、ブルガリア自治広告、ニコライ・パブロビッチが統合された、ブルガリア・ブルガリアの統合スワジランドの一、伝統的な家屋スワジランドの独立記念日。ありがとうございます。